演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマンのトリピンやベーコンポテトとかチーズとかダムダムチキンとかいろいろありますが、今回はポテト、つまりポテトサラダが入っているんです。ポテトサラダがどういう風なのかちょっと想像つかないですね。今日では食べがいがありそうですね。それでは、チャンネル登録をどうかよろしくお願いします。それではいただきます。ジャガイモに、その場に書いてあるほどの存在感が良かったですね。マヨネーズが全部それを食べてしまっているので、そんな感じです。そのマヨネーズはちょっと酸味の効いたさっぱり系で、チーズの風味を感じられる。あと、ここにシーザーマヨって書いてあるんですけど、シーザーサラダのイメージという感じなのかもしれません。ですが、ベーコンポテトと書いてあるよりは、ベーコン、そのベーコンとポテトがどっかに行ってしまっている感があるのがちょっと残念だったので、こちらの点数を取っていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞です。